The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイヤー社長です。ブレートランド響きです。大変ご好評いただいておりますハーレー特集でございますけれども、はい、今回はデザインよし。ですが、お値段も比較的よし。うん、よしっていうのはまあお求めやすいってことです。うん、を集めてみました。まあ、あのハーレー T シャツってね、デザインあまたあるので何から買っていいか分かんないとか、ちょっとね、いきなり3万超えとか難しいって方多いと思うんですよ。うん、そうだと思います。ほんまにで過去の動画でも言ってると思うんですけど、ハーレー T シャツってマジでダサいの多いんで、種類がめっちゃあるからね。果たしてこれ何がかっこいいか分かんないって方も多いと思うんですよ。そうだと思う。あのまあフロントロゴのやつはまあ分かるけど、うんうんうん、みたいな感じですよね。っていう中で、うん、コスパ良しかつ、まあグレートランド大阪としてないし、僕として、うん、響きとしてかっこええやんっていう T シャツをこれだけ、うん、ストックから取ってきましたので、うん、普段ね、例えばバンティー3万超えかとか、うんうんうん、ね、企業ティー2万超えかとか、はい、それでも比較的安い方なんですけど、やっぱりね、 T シャツにそんなお金払えた方も多いと思う、うん、という中でこういったラインナップも、まあ、小休止というか、はい、いいんじゃないかってことで集めてみましたので、最後までご視聴よろしくお願いします。枚数が多いので足早に行かせていただきますので、うん、最後までご視聴お願いします。では行ってみましょう。まあね、フロントは結構ダークな感じのダークトーンなプリント、うん、バックプリントがね、うん、いいじゃないですかこれ。人気のフレームモチーフですよ、はい、あ、ファミリートラディション44ジェネレーションズ、これだから4世代にわたってって意味でしょうな。どこに書いてます？ここや、ね、あ、44、あ、そうですね、はい、ダッドリーパーキックスコーベスト1級1ランとサンフランシスコ、サイズが大きめです。まあその、まあうん、ハーレーの T シャツの中でも、うん、まあ整ってて、うん、で特に癖もない感じ。ない、たださっき言ったみたいな、そのちょっと思いついてフレームパターンというか、このファイヤーっていうのがね、かなりポイントは高いなと思いつつですね、うん、はい、お願いします、はい、次ハーレーのフロントエンブレムですが、モノトーンな感じでバックプリント、この感じ、うん、派手なんでしょってなるわけですよ。そうですね。ああ、これがなと思ったら、はい、ドン、モノトーン、はい、良くない、うん、サウスカロライナ、これ、ね、これなんていう、フロントはね、まあ、グレーと、まあ、ライトグレーとダークグレーなんですけど、うんうん、バックはね、これな、何グレーっていうのはちょっとね、色味がまた違うんですよ、ね、あ、言うの忘れてたんですけど、これね、はい、全てあの一昨年かなのロサンゼルス買い付け分なんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあのフローム USA ってことで。そうです、これマジです、はい、はい、なんでまあこれもあのオレンジとか最近だと青とか多いと思いますけど、この色はなんかあんまり出してないのかなって感じなんで、うん、よろしくお願いします、はい。100周年なのかな、イーグルかハートフォード、ハーレーダビッドソン、はい、後ろかっこいいね、うん、いいですね、はい、よくない、うん、いいです。この、まあフロント、このイーグルありきでってとこはありますけどね、うん、このバランスっていうのは非常にいいのかなって。そう、フロントは結構あの力強いイーグルだけど、うん、ちょっとエッジが効いた感じのね、そうですね、あのイーグルで、後ろのこのハーレーダビッドソン文字だけオレンジとかっこいいね、うん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 、いいですね、いいです。これもだからあの着やすい、かなり着やすい部類に入ってくると思いますよ、うん、ついね、これおしゃれなフォントです、ハーレーダビッドソンモーターサイクル、これ珍しいんですよ、うん、なんかあのハーレーといえばやっぱりドンって書いてるイメージなんで、これ後ろはね、いいブルーなんですよ。どう？車とバイクか、うん、あ、はいはいはい、なんかちょっとだけかすれてるんで一瞬わからなかったけど、うん、いいですね、いい感じ、うん、ブルーとあのオレンジっていうのは相性がいいんです、うん、かなり、はいはい、まあ、フロントはだいぶ抑えめにしてバックプリントメインって感じですかね、うん、まあ、この辺りもあのハーレーの中ではかなり、まあ、もちろん着やすいし、やっぱさっき言ったみたいにちょっとこのフロントプリントっていうのはね、ちょっと変化球なんですよ、やっぱり、うん、あの太めの、まあ、字体だったりとかロゴがドンっていうのが多いんで、その辺もポイント高いかなと思います。お願いします。パンテラみたいなハールですね。あ、マジで、あの、うん、完全にこのスネークに引っ張られてると思いますけど、まあまあまあ、へえっていうか、ちょっとなんかハーレー、これ珍しいないですか、バックプリント、あの、まあ、バイクもちろんね、ハーレーな乗ってるんですけど、左上の方にね、ん、いるんですよ、カーボーイみたいな人が、あのこれギターの上に寝転んどるで。そう、あんまこういうのなくないですか、はい、なんか大体さっきもそうですけど、これだから右下にもね、シルエットで人がいるんですけど、やっぱ動物とかその乗り物がやっぱりハーレー、ルードでかっこよくていい感じに、スマートだけど男臭い感じでいいじゃないですか、はい、まあ、色味もね、あの落ち着いてますんで、お願いします、はい、ランニングクールと、これはね、フロントプリントはね、まあ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 、あのこう濡れてる感じ、そうですね、これいいですね、
かっこいいでしょ、はい、バックプリント言おうと思ってるかもしれないですけど、フロントプリントのこの感じすごくいい。後ろ言うことないよ、はい、ドン、はい、かっこいい、かっこいいですね。これはサイズ感もいいしね、タンタケボックスでタグも残ってるしいいんじゃないですか。はい、結構お求めやすいんで、ぜひオンラインスター見てみてください、うん、概要欄から。次いきます。はい、力を感じろ、フィールザパワー。ただね、これはこういうことないんですよ。エンジンにイーグル2匹には、はい、これかすれ具合、ただまあイーグルはねもういいんですよ。このエンジンっていうのがね結構ポイント高い。後ろがねこれいいっすよね、後ろアラスカ、アンカーエイジアラスカ、行こう、はい、かっこいい、最高っすね、かっこいいでしょ、うん、いいっすね、お願いします。はい、お願いします。はい、これも俺地味に名作だと思うんだよね。あ、だからこのバッて、うん、メカキングギドラみたいなのがまあメカなんですけど、うん、やっぱこの羽を開いてるイーグルっていうのはグレートランドもやりましたしね、これじゃないけれども、うんうん、あのやりましたし、かっこいいなと。これ後ろかっこいい、ラスベガスネバダで、はい、これはありがとうグレーでプリントしてくって感じだそうですね、そうですね、かっこいい、いやこれもかっこいいですね、フロントの感じ、後ろの感じが、うん、色は統一してちょっとメタリックな感じっていうのが、いいです、はい、お願いします。次です。 あとちょっとだけこれあのブルー入ってますんで、ああね、この感じも、うん、はい、かなりいいと思いますよ。といったら次はがっつりブルーですよ。ああそうですね、まあ、ハーレのブルーはね実は結構前の入荷でもあの人気あったっていうか、うん、問い合わせが多かった色になるんですけど、はい、後ろもかっこいい、ジャカルタ、はい、インドネシア、かっこいい。このだからファイヤーパターンを青でちょっと縁取りしてるんですけど、うん、このオレンジとあのブルーっていうこの組み合わせがなんかすごいよく見える、うん、はい、お願いします。次、はい、あのもうフロントプリントも最高なんですよ。でバックプリントも最高なんです。さっきもしてバックプリント、はい、ね、はい、でここであのこっち戻してホグっていうわけですね。これホグ、はい、ホグって何なんだったんですか。豚のことなんですよ。豚だと思った、食用の大型の豚なんですけど、はいはいはい、ハーレーオーナーズグループ、はあはあ、略してホグ、はいはい、だから結構豚のモチーフが使えることが多いですね。はいはい、あ、なるほどね。まあ、荒くれ者ですよ。タチションしてお前女を肩車して、こっちはもうアクロバティックな2ケツにもやる。こういうのじゃガソリンかけてるからな。ただですよ、これ見方を変えるとですよ、うん、これライブをしようとしてね誰も聞いてないみたいな感じに見えなくないですよね。でこれね、さらにね、こう拡大していただきたいんですけどね、はい、このね、これ見て鳥がさ、なんかされてんねん頭に。ちょっと見え、あ、鶏肉なんかされてる。で何がすごいって、はい、見てこれバドワイザーのパイロット、ホグワイザーですここね、ここ結構面白いところですよ。これいけてんのよ、うん、これはそうっすね、いいですね、いいでしょこれ。全体感で見るととかっていうより、どっちかとグラフィックのそのなんかこのね中の話ですけど、ただまあこのバックプリントのこの感じも好きな人多いと思います。よろしいです、お願いします。はい、次ハーレといえばやはり強い動物が使われます。クマです。これもね、いいですよ、これめちゃくちゃいい、うん、いやだからオレンジブルーの僕好きなんかもしれないですね、この色使いは。後ろエアロこれ、はい、フェード具合もいいし、うん、これはねいいですよ。やっぱ、まあ、バックもいいんだけど、やっぱフロントのこのなんか足あとこうやってる感じとかね、うん、いいよな、これめちゃくちゃいいですね、はい、お願いします。の感じも、はい、ああこれはもうド直球、あなるほどなるほど、はいはいはい、なんですけどす、ね、はい、後ろがね好きな人多いと思う、はい、いやこれはまだかっこいいやつですね、うん、かっこいいやつですね、うん、お願いします、はい、多分全部のハーレーが全部いいと思う人はもちろんいてないと思うんですけど、うん、自分の好きな感じとかがね、うん、ある程度掴んでいただいて、ロンティーです。両袖プリにフロントエンジン、はい、チェーンに袖チェーンに後ろもすごいです。カンザスシティ、あすごいですね。女性の方が着ても かわいいと思うんだよね。うん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 、そうだと思います。男性の方がジャストサイズで着てもよし、うん、ちょっとサイズ感小さめです。はい、でまあ、あのこのやっぱ袖に入ってるっていうのがロンティーは嬉しいポイントだと思いますし、うん、もう全部盛り、前後ろ袖、前言ってたあの重ね着とかでも、うん、結構袖からちょろっと見えるのが、まあ、その合う合わないはもちろんあると思いますけど、うん、こういうのを何枚か持ってっていただくとね、そういう幅も広がってきますんで、お願いします、はいはい、あこれもね、フロントプリント、この横向きイーグルのフレームで袖プリ入って、はいはい、バックプリいいよ、先ほどのこれですよ、言うことないですね、はい、かっこいいですね、お願いします、お願いします。次袖フレームで左胸ポケットイーグルでバックプリントイーグル、はい、このね袖のファイヤーパターンがね、このちょっとこう何ですかね、太い感じっていうのはやっぱりいいですよね、うん、でこれは厳密なハーレではないです。
ハーレーダビッド表記ないので、あ、なるほど、テイスティ、メイドインアメリカで、こっちがテイスティレザーズと、はいはい、まあ、あくまでハーレーモチーフとお考えください、うん、なのでハーレーの袖プリフレームよりかは結構お安いので、このね袖フレームのこのパターンよく覚えておいていただきたいですね、うん、これは今本当人気出てるし、うちでもあの頑張って仕入れてるとこなので、はい、まあ、デザインいいなと思ってサイズ合うのがあれば、ぜひとも検討していただければと思います。お願いします。はい、ラスト、ハーレー袖プリ両袖ハーレーダビッドソン、ウィスコンシンハーレーダビッドソンで、これはやっぱりねバックプリント両袖入ってるけど、フロントプリントが左胸のワンポイントとかいいんじゃないでしょうか、うん、なんか最後ですけど、やっぱ結局一番シンプルではないけど、まあ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 、ハーレーといえば皆さんこういうのイメージされるんじゃないかなと、はい、一着です、ね、以上です。はい、ということで数多めでしたので足早に行かせていただきましたが、すべてコスパ良しで春夏重宝していただけるハーレー T シャツ特集でした。1枚だけちょっとハーレーテイストですけども、はい、はい、ということで本日夕方6時から店頭にてご試着およびご購入が可能、夜9時から書き概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。まあ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 ね、ナインティーズの高いやつが欲しいって方からするとちょっと、物足りない内容だったかもしれませんけども、うん、まあこれでね、入門編ということでハーレー T シャツ皆さんに、特に僕最近インスタグラムでもね、渋谷のハーレー T シャツ載せましたけども、うん、はい、そんな感じで見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。